県六園、高楽園、甲楽園、日本三名園とは、優れた継承を持つ三つの日本庭園、金沢市の県六園、岡山市の高楽園、水戸市の甲楽園の総称である。日本三名園もしくは、三名園という言葉が、いつ頃から使われ始めたのかは不明であるが、文献上では、明治32年発行の日本三名園の一高楽園神図にすでにこの、 言葉が使用されている。また、明治37年に外国人向けに発行された写真集にもこの言葉が使われている。やや異なる言い回しの日本参考園を含めるならば、明治24年8月、岡山の後楽園を訪れた正岡式が記念写真の裏に、岡山後楽園、日本参考園の位置とメモしたものが存在する。 なおこの三園の選定理由として、いわゆる雪月下の雪に、剣道園、月に、高楽園、花に、快楽園を対応させたものであろうとする説がある。ただし、未噌のともに、江戸時代に造営された、地仙海有識の大名庭園であり、この、日本三名園には、日本庭園における、他の形式である枯山水や路地など、地仙海有識以外の形式のものは含まれていない。 なお、明治43年に、文部省から発行された、高等小学特本巻一には、我が、画国、似て風知の美をもって世に聞き、エタル派、ミトの海楽園、金沢の県六園、岡山の高楽園にして、これを、日本の三公園と称す。されども高松の栗林公園派牧席の画種、客地的の三公園に、幽霊りとあり、高松市の栗林公園は、 日本三名園より優れていると記載されていた。岡山県立図書館デジタル岡山大百科で閲覧可能ジャパンインフォなぜ降落園が日本三名園に知られざる日本ボリューム24日本三名園に隠された意外な事実。日本旅マガジン2019年4月27日閲覧ありがとうございます。